で、韓国語教室の林です。今日も勉強しましょう。今日勉強することは、クロチ、クロチョ、また短くなってクチっていう表現です。日本語にすると、ないないでしょ、なんか喋ってて、話してて、その後、ないないでしょ、ないないだろうっていう時に使います。じゃあ、例文ちょっと見ていきますと、지금한국에서는탕후루가인기가많아요。그렇죠？인기가많아요。自分の意見を述べてから、그렇죠？相手に同意？ちょっとこう、求めてるって感じですね。今、韓国では、タングル。これ、聞いたことないですかね？中国式の、果物を、砂糖水にこうやって絡めて食べるやつなんですけど、すごい人気があるみたいで。で、まあ、그렇죠？そうでしょ？っていう感じですね。次、일본에서는이아이돌그룹이잘나가는것같아요。그렇죠？日本ではこのアイドルグループが、最近、まあ、ブレイクしてるみたいんですけど、まあそうでしょ？みたいな感じです。잘나가는것같아요。잘나가다。後で説明しますね。외국어공부는、해도해도끝이없는것같아。그렇지？外国語の勉強は、やってもやっても、なんか終わりがないみたいなもんだね。まあ、でしょ？みたいな感それで、喋って、クロッチョ、クロッチ。で、まあ、相手の同意を求めてるっていう感じですね。じゃあ、まあ、答えるときには、で、맞아요。あ、で、맞습니다。あ、정말그래요。って、まあ、同意してあげてから、自分の意見も述べていくっていうのが、まあ、一般的なパターンですね。じゃあ、単語見ましょう。タングル。中国のデザートです。もうすごい甘いみたいですけど、私もあんまちゃんと食べたことがなくて、明洞とか行けばよく売ってるんじゃないですかね。잘나가다、ここは人気だ、ブレイクしてるってことですけど、나가다が進むってことで、잘っていうのがよくっていうね、よく進む、まあ、ブレイクしてるっていう意味でよく使ってます。외국어、外国語ですね。外国語。ヘドヘド。やってもやっても、してもしても、まあ、こういう表現。くっちよった。くっていうのが、まあ、終わり、最後ってことですけど、まあ、それがないってことですね。くっちよった。 OK。 クロッチョ、会話でよく使うので、皆さんも活用して使ってみてください。グラン、アンニョン。